番一番よーいカメラ OK 音 OK 逆走 OK よースタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。最近毛穴が気になる、くすみが気になりだしたな、乾燥が気になる、おあつきが気になる、こんなお悩みの方必見。革新的なナノバブル技術と肌に優しい自然由来成分が含まれた簡単売るだけ超微細な泡、ナノバブルが叶える毛穴ケア化粧水ピュアバブルローションを紹介します。開封の儀こちらでございます。開けます。こちらでございます。ピュアバブルローション、内容量は 190ml、 ボトルがイエローでとても明るくていいですね。黄色なんですけども中身は白です。3つのビタミン C や厳選した有効成分が毛穴トラブルに有効、毛穴周りにふっくらと弾むような張りを与え、毛穴の目立ちにくいお肌に導いてくれます。原材料はこちら、めちゃめちゃ入っております。商品の特徴、ボトルを振るだけで 0.001 以下の超微細な泡であるナノバブルが発生。ちなみにナノバブルって何？こちらは浸透力アップが期待される超微細な泡のことです。この超微細な泡が美容成分をお肌の隅々まで届けるため、翌朝までしっとりふっくら、毛穴の目立ちにくい滑らかな肌に近づきます。ざっくり言うと毛穴ケアとしてめちゃくちゃ優秀です。毛穴の目立たない滑らかな肌へ導いてくれます。またこの商品、お肌への優しさと効果の両立を第一に考え、無香料、無着色、アルコールは不使用です。シンプルでナチュラルな成分が肌に毎日触れるのが楽しくなるスキンケアです。使用方法、こちら使用前にボトルを上下10回振ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、そうしますとこんな感じで泡がブワーッと、これがナノバブルです。開けていきます。口はですね、はい、このような形です。顔を洗顔後適量を手に取ります。この適量というのは、こちらを100円玉台ですね、手の上に乗せまして顔全体になじませます。これくらいを手の中になじませて、匂いはですね、無ですね、無ですね。はい、はい、たったこれだけです。体感としてはですね、匂いもしないし、水とは全然違い、しっとりとしたもっちりとした体感が感じられます。ピリッとした刺激などは一切感じられません。今使いましたけども、こちら 190ml 入っておりまして、約 2,3 ヶ月は持つかと思います。いかがだったでしょうか。改めてこちらピュアバブルローションの特徴を紹介していきます。ただこちら10回振るだけで超微細な泡、ナノバブルを生み出す、肌に優しく効果的なケアができる新しいタイプの化粧水です。この泡に特徴があり、目で見てもわかるぐらいブワーッと細かい泡が見えます。美容成分を肌の隅々まで届け、肌をふっくらと保湿してくれます。こちらの商品、興味がありましたらぜひ詳細をご覧ください。コスパがとてもいい、そしてとても分かりやすい商品かと思います。ナノバブル、ぜひお肌対策、保湿ケア、こちらを導入してみてはいかがでしょうか。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。ナノバブルめっちゃ効きそうなんですけど、本番いきます。よーい。しばらくの間ピュアバブルローションを使って肌をしっとりもっちりとしていきたいと思います。でピュアバブルローションを紹介します。毛穴トラふっくらと弾むような張りを与え、